ニエスちゃん、スイン君にナディアちゃんも。まだだいぶ早いけど、この時間から登校なんて感心だね。例がなっちまったか。また昼休みにでもって学芸祭の打ち合わせもあるんだっけ。何気ない光景ですけど、なんだかホッとします。 CID も近隣を警戒しているらしい。俺たちとしては若干落ち着かないが、昨日みたいな事件は起きようがないだろうな。うんうん、これなら安心かな。ズバリナーちゃんたちの勝利だね。ナーディアちゃんったら。でも本当にこれで。え？ようやく隙を見せたな、3と9。ダメ、今は私が守らないとやらせません。絶対に。よく耐えたわね。おかげで間に合ったわ。それにしても急いで戻ってきて正解だったみたいね。嫌な予感はあったけど、ここまでの相手とは思わなかったわ。ああ、この必要かつ徹底的な手口、嫌というほど覚えがある。そうだろ、ナディア。スーちゃん、どうして。それは防刃ベストですか。
ああ、偽装用の特殊なやつだ。血のりもフェイク。昨夜のうちにそこの生徒会長にも相談してな。何度も出し抜かれてるそうだし、彼と連携して保険をかけておくことにしたってわけ。ここまでうまくいくとは私にも予想外だったけど。バカバカバカ、スーザンのバカ、本当に死んじゃうかと思ったじゃない。痛た、痛いっての。騙して悪かったよ。けどおかげでお前を守れた。もう一度組織の手からな。組織って、まさか。まーちゃんたちにも悟らせない完璧な気配の消し方、命の脈動すら感じさせない、ただ命令に忠実なだけの暗殺人形。そうだね、スーちゃんの言う通りだよ。こいつらはガーデンの残党で間違いない。でも確か壊滅したって。実際に捕まったメンバーは少数、4人の管理人がいなくなった後も何らかの形で存続している可能性があるわね。そんな、いえ、でもそうだとしたら全ての辻褄が。ロナール先輩の爆弾も、あの様子のおかしいテロリストも。ようやく隙を見せたな、3と9。殺す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 。スーちゃんに手を出した奴らは全員。おい、ナーリア、少し落ち着け。今すぐ行こう、スーちゃん。きっとこいつらまだいるから。元からそのつもりだったけど、私も同行した方が良さそうね。レン先輩、それにこれって気絶してる。というかよく見たらうちの生徒じゃなさそうだぞ。ううん、それどころかこれは、ええ、人ですらなさそうね。に、人形？何こいつら、シミュラクラじゃなさそうだけど。ああ、あれは人間と区別がつかないレベルだったが、こいつらはかなり劣る作りみたいだな。うん、この構造は別系統の人形技術だろうね。レンちゃんなら心当たりがありそうだけど。そうね、確かにこれは結社で以前使われていた動力人形と近い代物でしょう。素材を含めてそれなりに改良が施されているようだけど。いや、もうついていけないんだが。というかトワ先生、なんでそこまで詳しいんですか？やっぱり裏の事情にも。それに先輩とも連携していたんですね。ええ、さすがに一人じゃ手が回らなかったから助かったわ、トワ先生。もう授業は始まっているけど、後のことも頼めるかしら。一連の事件はきっと大きな流れの中で起きているはず。黒幕はみんなが思っている以上に危険な存在かもしれない。この人形と学校側のことは任せておいて。みんなどうか気をつけてね。はい、行くぞ、ナディア。オデット、アルベール君はトア先生のサポートを。わかりました。みんな無茶だけはしないでくれよ。ここまでの事態、生徒会長としても見過ごせないわ。はい、レン先輩、本当によく戻ってきてくれました。なあちゃんも絶対許さない。
黒幕を引きずり出してやる。危険な相手なのは間違いない。先走るなよ、ナリア。ならば手を貸そうか。ただの危機管理の一環だ。さすがに庭園の残党もどきが学校地下に潜伏している事態は見過ごせないからな。本来なら我々に任せるべきところだろうが、いずれも庭園にゆかりのあるもの、参考人として連れていく価値はあるが、ただし一般人である以上私の指揮下に入ってもらおう。では地下の攻略を開始する。各々気を引き締めてついてくるがいい。